はい、こんにちは、正隆です。下チャンネル登録もよろしくお願いいたします。いつもすいません。そしてですね、なんだっけ、こちら23年式ですね。確か23年、ごめんなさい、ちょっと年式に、あの23年でよかったと思うんですけど、ちょっとバイクうるさいですね、ボンボンって。23年のエブリバンの PC ですね。距離は10万8000キロだったかな。はい、でもまあ全然これからですね。はい、さっきというか、この全国内にとってね、向こう側のなんか18万キロぐらい走ってますからね、それに比べたら全然いいと思います。で、 K6A エンジンなんでタイミングチェーンですのでね、はい、まだまだこれからいけると思います。まあ、僕が、ね、買うんだったらこっちの方がいいですよね。はい、で、車の方ですね、まず助手席側のスライドドアのここですね、ちょこっと上げて、ちょっともうちょっと小さくなると思います。あと、今日は特にない、あ、ないかな。あとこの辺ですね、はい、リアの、ね、ちょっと一番ひどいのはここですね。はい、ここちょっとドーンドーンドーンと当たってしまったんでしょうね。ただだからといって何だったっていう感じなんですけどね。はい、別に特に車検を通るでしょうし、はい、サビとかもでちょっとタッチペンとかしてますけどね、直すって直してもいいんですけど、これで7を直して車両代金高くなるんだったら、ね、このままの方がいいじゃないかなと、お客様にとってこのままの方がいいんじゃないかなと思って、私はこのままで、販売させていただくつもりでおります。どうですかね。だって商用車じゃないですか。どうせぶつけますよ多分。まあね、これ欲しいっていう社長さんとか、中小企業の社長さんとかね、あと、まあ、これからちょっとこう職人さんでね、独立するんだよねっていうようなね、お客様が結構のエブリバーンはね、私どもの、店は結構入ってきますんでね、結構職人さんの親方さん、一人親方さんが買ってってくれるんですよ。はい、この辺ちょっとね、まあ取れるとは思うんですけどね、ちょっと傷があります。こっち傷ありますね。と、まあバンパーはもうしょうがないです。もうちょっとバンパーこの辺とかもね、もう許してください。もうそんなの言うとったらね、もうあくまでも商用車ですから。で、こっち側はね、特にはまあそんなにはないね、なかったような気がするけどな。ちょっとこの辺が傷がありますけども、あとここですね、ちょっと薄い線傷があります。線傷あるんですけど、ちょっと見えるか見えないかも微妙なところですね。はい、私のハゲよりはまあ確実に見えないですわ。ね、自虐ネタですからね、笑ってくださいね。はい、でここに傷があります。ちょっとサビも出てますけどね。あとこちらにも傷あります。ちょっと多分ドアどっか納品先行ってね、ドアぶつけたんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんな感じです。まあ比較的、まあ、バンプはちょっとね、比較的綺麗なお車の方だと思います。パッと見だって別にそのなんかね、ボロくないでしょ。だってどっちかしたら別にええんちゃうかなと思うんですけどね。綺麗なお車だと思いますけどね。ルーフの上も特に問題ないですからね。はい、感じになりますんで、はい、で車検の方がですね、31年5月までついてます。来年の5月だから、まあちょっと1年切っちゃったかな。まあいった、まあ、まあそんなに軽乗車の番なんでね、車検もそんな高くないですから。はい、こんな感じです。屋根じゃない、ルーフのね、こういうところ、こういうところなんかも結構綺麗なんですよね。タバコを吸ってたみたいな、まあ、ちょっと先にこのね、セカンドシートですね。これ倒して、これを倒して、またこっちに倒れて、フルフラットっていうかね、荷室が広くなりますんでね、ご心配なさらず。ちょっと運転席が汚いんですよね、ちょっと汚いんですけど、まあまあ、ご愛嬌でね、はい、助手席もそうです。ちょっとこれ多分ね、2人で乗ってたんでしょうかね、職人さん系が。ちょっと汚いんですけどね。まあちょっと極力ね、納車する前には綺麗にしたいなと思うんですけど、パワーウィンド付きです。ラジオ、ETC と今エアコンね、結構いい
感じですよ。涼しいです。もう外暑くてしゃあないですよね。もうデブには困りますね。あれちょっと待ってね、これ10万9,867キロですね、距離の方はね。でこれキーレス付きです。なんでね、ちょっとここのね扉がちょっとね締まりが悪いんですよ、まあそこはちょっと、まあ、でもまあ別に開いちゃうわけじゃないんでね、特に問題ないの。ライトレベライザーです、運転席、フロントのみで、パワーウィンドウになりますんで、はい。あとマットとかもねありますんでね、マットとかもあります。このモケット調の、シートですので、座り心地もいいですよ。冬とか暖かいですからね。まあ暖かいわけじゃないんですけどね、ビニールのやつよりはもう格段に暖かいです。はい、エンジンルームです。はい、こんな感じです、まあね、はい、まあエンジンルームっていうかこっちはもうあのウォッシュ液とかなんかそんなもん入れるスペースですけどね。はい、よいしょ。はい、エンジンです。エンジン音も綺麗な音をしてます。カタ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 ってなんかすごい音はしてません。結構綺麗な音です。エンジン汚いですけどね、エンジン汚くたって別にエンジンの性能は変わりませんから、はい、特に問題ないと思いますよ、いう感じです。ちょっと荷室ね、はい、こんな感じで荷室です。なんかこの人ねガムテープ好きなんですよ。なんかいろんなとこガムテープ貼ってるんですよ。なんかね、めんどくさいなこれな。まあちょっとまあバンなんでね、もう多分これがね、なんかめくってなんか傷かなんかつくの嫌だったのかなと思うんですけどね。はい、こんな感じです。荷室綺麗ですね。はい、特にね事故の方も特にないと思います。まあここがねちょっと入ってるんですけど、まあ問題はないと思います。歪んでもいないですしね、はい、問題ないと思います。まあ事故入るようなものではないと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあ新車市場 J バー開始になります。078939303070です。兵庫県神戸市西区玉津町、なんだっけ、新宝かな、214-1、新車市場 J バー開始です。月々1万円払いからの軽自動車から普通車までやっておりますんでね、はい、あと全メーカー国内全メーカー、お安く、月々払いもできますし、お安く車買うこともできます。どうか私のところから車買って保険も入ってちょうという感じですね。あまりちょっとガラス映すとね私見えちゃいますんでね、まあ、別に私別に顔出ししてるからいいんですけどね、まあ不必要に出てもね、不細工な顔見てもしゃあないでしょうからね。じゃあチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございます。失礼いたします。